秋の旅行シーズン、愛犬ちゃんとの旅行をマックスに楽しむために、これだけは絶対知っておきたい5つのことと、動画の最後にはボーナス情報もあるのでお見逃しなく。こんにちは、シンプルドッグライフのゆうこです。虹の端にいる17歳の愛犬リオ娘と、3歳のちびっこマイティ、そして8ヶ月の保護犬リディアのダックスママです。愛犬のお役立ち情報を毎週動画にしています。こんな感じのおすすめ動画も作ってますので、こういった内容に興味があるよという方は、画面の右下の方にあるチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録していただけると私たちの励みにとってもなります。それでは早速、愛犬との旅行の前に絶対に知っておきたいこと。1つ目、最低でも2時間おきにトイレ休憩とリフレッシュ。お空にいる17歳のリオ娘は老犬だったのでね、それでも2時間でもちょっと長すぎる感じがあったので、1時間半ぐらいごとにトイレ休憩をとってたんですけど、成犬の子であれば2時間ぐらいがね、目安になるんじゃないかなっていうふうに思います。ただ渋滞がね、予想されるシーズンだったり時期だったりっていうのは、次のねサービスエリアまで思ったよりね時間がかかっちゃう場合もあるので、その時はね、最初から少し短めに時間を設定しておいてあげると安心です。あと外だとね、トイレができないよっていう子の場合、そういった子はおむつの準備。ただマイティもそうなんですけど、おむつだとね、結構おしっこをね我慢しちゃったりすることもあるんですよね。なんでおむつだとおしっこできない、怖くておしっこできないみたいな子の場合には、これはねダックスママさんが教えてくれたんですけど、車を停止して、車のトランク側にトイレシートを敷いて、車を止めて、車を停止した状態でトランクを開けて、トランクの中にトイレシートを敷いておしっこをさせてあげる。そうすることによって 1,2,3 面は囲まれてるので、少し安心安全な状況を作ってあげられる。なのでね、本当に怖くてできない、緊張してできないっていう子は、安心させてあげるためにも車を止める位置、停止する位置、あんまり他に車がいない場所とかね、混んでる時期は難しいと思うんですけど、そういった場所にもね配慮してあげるといいと思います。愛犬との旅行の前に絶対知っておきたいこと。2つ目は、事前にどこのサービスエリアにドッグランがあるかチェックしておく。やっぱりね、人間の子供もそうですけど、移動中で自由にね動けない状態っていうのはストレスになっちゃうんですよね。なんでね、せっかくの旅行だし、どうせだったら移動中も楽しんでもらいたいじゃないですか。我が家の場合は、この一つ前の動画でもある通り、子犬のねりっちゃんはちょっと吠えが激しすぎて、怖がりすぎて、狭いドッグランっていうのはよりハードルが高い状態なんで、まだ行けないんですけど、マイティの方はね、ドッグランでも仲良くお友達と遊べるので、短時間でも楽しい時間をね作ってあげることができますよね。その前の動画でも注意点としてあげたんですけど、貸し切り状態であれば全然問題ないと思うんですけど、まあそのドッグランのルールに従ってもらえれば OK なんですけど、他のワンちゃんがいる時には事故にもねつながる可能性があるので、おもちゃをね使ってドッグランの中で遊ぶっていうことはおすすめできないです。特にね、狭いドッグランで移動中っていうねストレスがかかってる状態の中でのドッグランはね、本当にねピリピリしてる場合もあるし、小さなことで興奮のきっかけになってしまう場合もあるので、本当にねそのところは注意してあげたいなっていうポイントです。愛犬との旅行の前に絶対知っておきたいこと。3つ目は、旅行におすすめの持ち物です。まずは普段食べてるご飯やおやつ。昔リオもお出かけ先で盛り上がってね、普段と違うものをあげちゃって喜んで食べてたんですけど、その後にね、嘔吐しちゃった経験があるので、それ以来ね、お出かけ先、旅行先で食べるものとか食べる量っていうのはね、すごい気にしてます。旅行に行く時には普段食べてるご飯を中心に、外でねでもどうしてもちょっとあげたいなっていう気持ちもあるじゃないですか。そういった場合には食材を吟味して常に食べてる食材なんかをあげるように心がけてます。夏であれば冷えグッズ、冬であれば暖かグッズ、季節ごとのおすすめグッズは再生リストの確か愛用品っていう項目名だったかな、そこからねチェックしてもらえればっていうふうに思うんですけど、真冬であれば着脱しやすいお洋服、
低温回路、湯たんぽと湯たんぽを包むブランケット。湯たんぽであればサービスエリアでね、お湯が出るところもあるし、移動中のレストランだったり宿泊施設でもお湯さえあればね、何度でも繰り返し使えるし、寒がりさんや老犬にはね、本当にね、持ってると真冬ありがたいアイテムです。ただ移動中にね使う場合には低温やけどの可能性もあるので、その辺は置く場所とか注意しながらね、置く使うタイミングとかも注意しながら考えて使ってあげてもらうのが一番いいと思います。例えば小さなクレートで本人が動けないのにずっと真下に電気パッドも充電式のものとかを敷きっぱなしにしたりとか、湯たんぽもお腹の下に敷いてあげたりっていう風に、動けない状態だと温度調節ができなくなってしまって低温やけどの原因になってしまうので、その辺はねぜひぜひ注意してあげてください。真夏であればクールリングはね、意外とねそんなにはちゃめちゃ動く子じゃなくても、老犬でもねボタンがないと取れちゃってなくしたことがあるので、ボタン付きのものがおすすめです。ハンディ扇風機、保冷剤、クールポンチョ、こういったものは真夏の必須アイテムになってきます。普段使ってるブランケットやベッド、おもちゃ、これはね車の中だけじゃなくって宿泊先でも使えるのですごくねかさばるんですけど、ベッドなんかは特にね。それでもそれをやるようになってから、やっぱりそこで寝てくれるし、そこが居心地いいんだなっていうのがわかるので、すごくおすすめです。ホテルの中にドッグベッドが置いてある場合もあると思うんですけど、やっぱりね自分の匂いのついたベッド、お家の匂いがついたベッドっていうのが一番安心できるみたいで、置いたらね絶対にねいつも使ってるベッドの方で休んでくれたり寝たりしてくれます。特にねリオの目が悪くなって見えづらくなってからは、余計ね新しい環境だと不安になるといけないからっていう理由もあって、必ずねベッドを持参するようにしてます。あとおもちゃがね好きな子であれば、ポケットに入れられるサイズのおもちゃであれば、ちょっとポケットに入れておいて、バッグとかにもちっちゃければね邪魔にならないので入れておいて、写真撮影スポットでねこうやってアイコンタクトできるようにしやすいように使えるのでおすすめです。万が一の移動中のアクシデントに備えて、手の届くところに匂わないビニール袋、ウェットティッシュ、ティッシュ、トイレシートをスタンバイしておく。やっぱりね普段何でもない子でも、何かのきっかけで慣れてない環境下で体調が悪くなって嘔吐してしまうとか、例えばサービスエリアでおしっこ頑張ったけどできなくって、どうしてもね我慢できなくって漏れちゃうみたいなシチュエーションもあるので、あ、そうですね、おむつも絶対必需品です。万が一のためにね、特に車内だとね急に止まれなかったりする場合もあるので、備えておくと安心です。車移動で便利なウォーターボトルは、以前の動画でも紹介したこちら、この2年前の動画で詳しく説明しているので、興味のある人はそちらもね2年前に遡ってね、このサムネイルの動画を探していただきたいんですけど、何が便利かっていうと、片手でねあげられるし、残ったお水がボトルに戻せるので、高速道路なんか走ってる時にはねすごく便利です。ただデメリットとして、残ったねお水っていうのはお口がついたお水になるので、綺麗なお水ではないんですよね。なんでそういった場合は、次のサービスエリアとか次ね水道が使えるところで新しいお水に入れ替えてあげなきゃいけないっていうちょっと手間はあります。愛犬の旅行の前に絶対知っておきたいこと、4つ目、ドッグカートは絶対におすすめです。例えばね、旅行先で人がすごく多くて、小型犬ちゃんとかね歩かせるのはちょっと大変だな、危険だなっていう風に思った時とか、アウトレットとかでバッグやカートに入れたら店内 OK ですよっていうところも意外に結構あったりするので、そういったシチュエーションとか、あとママさんパパさんにとっても旅行先なんでね、ちょっと荷物が普段よりも多かったりとか、まあワンちゃんの荷物もあって自分の荷物もあったりするじゃないですか。あとお土産を買ったりとか、そういった場合もあるので、ドッグカートがあればね、押すところハンドルにかけられたりとか、下の荷物入れに置けたりっていうのがあるので、重さを感じずにね旅行を楽しめるっていうメリットがすごくあると思います。老犬がいらっしゃる方はもうね、間違いなく迷うことなくドッグカートをねぜひね
使っていただきたいなっていうふうに思いますね。すぐ休ませてあげられるし、冬はね直接風が当たらないから防寒対策にもなります。夏はねドッグカートにハンディの扇風機を挟んだりとか、保冷剤をね入れてあげるポケットがついてるものなんかもありますし、急な雨とかでもレインカバー付きだったら安心だし、愛犬家のね必需品といってはね過言ではないぐらいね、我が家ではね、助かってます。助かりアイテムです。で、ドッグカートをね、検討中だよっていう方に、これだけはね、ちょっと一つお話ししておきたいなっていうふうに思うのは、クオリティはね、重視して見てあげてほしいです。病気やシニア犬になった時に、老犬になった時には特になんですけど、安いカートだと、やっぱりタイヤの影響なのか、振動も激しかったりとかして、小回りも効きづらかったりとかするので、ちょっとした段差や石でもね結構影響を受けやすいんですよね。しっかりした安定性のあるものを選んだ方が長く使えるしおすすめです。で、何よりも愛犬ちゃんのね心地よさにも大きく影響するので、そのあたりはねしっかりね見て選んであげてほしいなっていうふうに思います。ちなみに我が家は今エアバギーを使ってるんですけど、すごくね気に入ってます。小回りも効くし、タイヤ運びが軽めなので押したり動かしたりするのがすごく楽だし、さっきもお伝えしたように老犬リオ娘の時にはねすごく助かりました。エアバギーのねレビュー動画、メリットデメリットもずっと動画にしたいなっていうふうに思ってて、まだできてないんですが、興味のねある方がもしいらっしゃったら、どういったことが気になるのかとか、どういったことがね知りたいのかっていうのをコメント欄で教えてもらえると、次ねもし動画を作るときに参考にさせていただいてお答えできたらいいなっていうふうに思ってます。ここで番外編、宿泊先近くの動物病院をチェックしておく。特に病院通いしてる子や老犬だったりシニア犬、そういった子の場合にはマストでチェックしておきたい情報です。で、チェックする時のポイントとしては、もちろんね口コミやレビューっていうのも大事なんですけど、それと同時に休みの曜日だったり診療時間っていうのを調べておくと安全です。なんでね、いざ行こうって思った時に、あ、時間外だってなった時にそこから調べる、土地勘もないのにっていう風になっちゃうと余計大変なので、まあ、ここがダメだったらここ、この時間になったらこっちみたいな感じで準備しておくと安心です。愛犬と旅行の前に絶対しておきたいこと5つ目、宿泊施設のタイプや条件をチェックしておく。リオ娘の場合はどこに泊まっても全然大丈夫だったんですけど、マイティやリディアの場合には特に、このチャンネルをね見てくださって応援してるくれてる方はご存知だと思うんですけど、すごくね吠えちゃいがちなので、特にね隣同士にお部屋があるようなホテルタイプだと、ワンちゃんの他のワンちゃんの声が聞こえたらもう条件反射で吠えちゃうみたいなことが、まあ以前ねマイティの時でも経験してあって、そうなっちゃうとマイティ自身もアラート状態みたいになっちゃって安心して休めないんですよね。まあもちろん人間も休めないですけど、なのでそういった子、怖がりさんとか吠えやすい子とかいる子の場合には、一部屋一部屋が離れたタイプだったりとか、グランピングとかエアビの一軒家タイプ、以前にも紹介しためちゃめちゃねコスパが良くって頻繁に行けるっていうのがメリットなエンゼルフォレストの動画過去に出したことがあるんですけど、そこなんかはお部屋っていうかドーム型のね、なんか可愛らしいドーム型のお部屋っていうのがあって、一つ一つがね少しずつ離れてるので、そこはね本当にこういった吠える子だと安心です。あとは食事がワンちゃんと一緒にできるかどうか、レストランは NG っていう場所も意外とあったりするんですよね。お部屋の中で愛犬ちゃんと自由に一緒に過ごせるか、お部屋の中はケージに入れといてくださいねっていうホテルも意外とあったりします。愛犬家からすると、え、ワンちゃん OK なのにそれってみたいな風に思う方もいらっしゃると思うんですけど、中にはねあんまりドッグフレンドリーじゃないけどワンちゃん OK っていうところもあるので、必ずね事前に予約する前にチェックしておくのがおすすめです。ボーナス情報、ワンちゃん OK な宿泊施設だと、もちろんね過去に泊まった他のワンちゃんとかの匂いもするので、マーキングだったりトイレをね失敗しちゃうケースも多々あると思うんですよね。で、我が家も比較的そんな感じだったんですけど、今からお伝えすることをやるようになってからね、
かなり成功率がねぐいっと上がったので、これをね情報をシェアさせていただきたいなっていうふうに思います。我が家の場合はお家からいつも使っている大きめのトイレシート、スーパーワイドシートを持って行って、お部屋にすでに設置してあるトイレの真横とか近くに設置します。そうすることで過去にトイレをしたワンちゃんの匂いもその辺に集中してると思うので、場所はあえてそこに設置するようにしていって、そこでまず入ったらピッピッピッっていうおしっこの掛け声、ま、あの人によって掛け声は違うと思うんですけど、そこに連れて行っておやつもスタンバイさせておいて、おしっこがそこでできたらおやつをあげる。なんで最初チェックインしてお部屋の中に入ってすぐのタイミングからおしっこができるまではちょっと荷物の片付けとかも我慢して、まずねその時間をちょっと作ってあげると 1,2 回できればね結構ね覚えてくれるんですよね。でこれをね最初に 2,3 回しておくと、まあその子によってマイティとかだと1回2回で大丈夫だと思います。いっちゃんはね初めてだからまだちょっとわからないんですけど、マイティリオの場合はもう 1,2 回でもうかなりの成功率です。であと事前にね設置されてるトイレトレー、トイレもちっちゃかったりとかもするので、ダックスだとね特にねはみ出しちゃったりとかいう問題もあるし、まあダックスより大きい子だったらね絶対結構厳しいなっていうサイズだったりもあるので、大きめのトイレシートを持参するようにしてます。今日みたいな愛犬家の役立ち情報をもっと見たいよって思ってもらえたら、高評価ボタンとチャンネル登録していただけると他の愛犬家仲間にも広がりやすくなるので、ぜひポチッとご協力お願いします。それでは最後のおまけ動画もお見逃しなく。じゃあお疲れ様、ありがとうございました。じゃあこっち向いて、じゃあお疲れ様でした。